気持ちセカンドです。今日はね、韓国のコンビニ、GS25 で買ったチョコナッツトゥンカロンっていうのを食べてみたいと思います。まあ、チョコとナッツでトゥンカロン、あの太っちょマカロンですね。こんな可愛い、なんかね、モリモリのなんかこう盛り付けになってるやつ、こういうね、リスの可愛いパッケージで、なんかちょっと秋らしい商品なんですけど今夏前なんだけどな、はい、ちなみにね、これは2個入りでお値段が3200ウォン、約320円です。どっちもちょっとなんか間に挟まってるの、オレオとチョコで違う感じのやつですね。なんか上もね、ナッツがいっぱい乗って、チョコたっぷり、白いこの砂糖がけというか、そんな感じになってます。どうしよう、まずこっちのチョコの方からいこうか。こっちからいただきます。すごい見た目が豪華。うん、チョコが思った以上トロトロだった。うん、おいしい。ガナッシュチョコだ、うん、うまっ。なんかチョコがね、ほら、とろっとろのガナッシュチョコ、おいしい。うわ、こっちもちょっと持ったら柔らかさが伝わる。これオレオ粒挟まってるというか、ついてます。うん、こっちなんだろう、バニラクリームだった。あ、こっちも美味しい。うん、チョコが、うん、手が美味しいけど、手が思った以上にチョコがすごい。これ美味しい。なんかちょっと前に食べたドルカロン、石マカロンみたいなやつよりこっちが美味しいまあでもこっち結構甘々なんでね、前のやつの方がちょっとこう酸味効いてて、さっぱり食べれるっちゃ食べれるし、好みだと思うんですけど、私はこっちが好き。すごい美味しかった。パッケージもリスで可愛いし、なんかこのナッツとね、この間のチョコとかクリームの感じがすごいよく合う。とっても美味しかったけど、私チョコガナッシュ先に食べた方の方が好きだな。チョコ、バニラの味のマカロンにピスタチオとクルミをトッピングのプレミアムマカロンですって書かれてますね。値段もこっちの方が安いのか。まあ2つ入りだから、でもすごい豪華ですよね。見た目もすごかったし、めっちゃ美味しかった。まあね、ちょっとコンビニご飯の時に追加で買うのいいと思います。カロリーがね、2個で367キロカロリーですね。以上、韓国のコンビニで買ったチョコナッツトゥンカロンでした。